ただいま。小枝くん。楓くんたら、なんだかノートにびっしり。そっか、楓くんは楓くんなりに頑張ってたんだな。帰ってきてたの？うん、楓くんが寝てる間に。そっか、ごめん、俺ダメだな。そんなことないよ、楓くんはよくやってるって。そうかな、みんなに比べたら俺まだまだだなって。僕はそうは思わないよ、ユキ。楓くん。ありがとな、今日は一緒に寝よう。勉強しないと明日はテストだよ。休日なのに勉強って最悪だよ。いや、二人とも頑張ってる。ああ、久慈さん、咲坂さん、どうしたんですか？勉強中だろうと思って差し入れ持ってきた。やり、ありがとう先輩たち。まあとりあえずそれでも食べて、ほどほどに頑張ってね。そうだな、それじゃ俺たちはこれで。先輩たち、ありがとうございます。応援してるよ。よし、
これ食ってもうちょっと頑張ろう。大丈夫楓くん、もう休んだ方が。いや、いいから。いててて、さっきのお菓子食いすぎたかな。薬飲む？うん、薬飲んでもうちょっと頑張る。テストのことはきっと大丈夫だよ。大丈夫じゃないって、ここで頑張らないと男が廃るって。さて、準備は万端かな。バッチリです、先生。うん、いい返事だ。もしクリアできなかったら、約束は守ってもらうよ。約束って…まあまあ、それはいいからさ。それでは、始め。それでは、やめ。時間だよ。さあ、採点をしてあげよう。難しかった。うぅ、超疲れた。さて、結果を発表しよう。二人とも合格だよ。やった。嘘、マジで？やった。惜しかった。もうちょっとで桜野くんと一日デートだったのにな。それって教師の言葉ですか、先生？おや、私は強制とは言ってないよ。さあ、これで補習授業はおしまい。帰りなさい。おーし、帰ろう。おい、ユキ。って、これ、アイス？なんかこう、スカッとしたものが食いたくってさ、買ってきてみた。ちょっと寒いけど、片手はこうして繋いでたら寒くないよな。昨日お腹壊してたのに、平気なわけ？うん、あんなのもう平気だって。ところでさ、さっきの話だけど、もしかして蓮沼先生と何か約束してた？
ああ、まあな。だってあいつさ、もし今度不合格だったら勇気と一日デートするからとか言っててさ。僕がいないところで勝手に決めないでよ。だろだろ、俺もそう思ったからちょっと頑張ってた。それに蓮沼と一日デートなんて危険すぎて絶対ダメだって。でもまあ、とりあえずはテストもクリアできたし、よかったよね。ま、それもこれも勇気のおかげかな。そんなことないよ。楓くんの努力の結果でしょ。そうかな。と、勇気、アイス溶けてる。ああ、いただき。とりあえずしばらくは科学はゴリゴリだ。今日もいい日にしようね、楓くん。かったる。もう何度目なの、そのセリフ。兄さんたら朝からそればっかり。もう。ああ、ゆうきくん、かえでくん、おはようございます。翔太さんの方も大変そうですね。ゆうきくんの方もですか。テンション低いのが二人いるな。ま、俺は大体予想つくよ。おはようみんな。あ、おはようございます。かったり。やっぱり寮の大掃除のことかな。そうですよ。なんで今この時期になんですか。我慢してくれ。寮が綺麗になると結構気分いいし、そこまで面倒じゃないから。
叫んでも状況は変わらないんじゃないかな、楓くん。楓の気持ちがすっごいよくわかる自分が嫌だな。真面目にやらなきゃダメだよ、兄さん。毎年恒例の風景だね。そんなに面倒なものか？めんどくせえな、大掃除なんてさ。なあ、そういえばさ、知ってるか？開かずの部屋の話。ああ、あれでしょ？何でも誰も入れなくて、どこにあるかさえわからないっていうやつ。そうそう、昔そこで殺人事件があったらしいぜ。縁起が悪いからってそれ以降部屋は閉じられたままだとか。僕は開かずの部屋を見つけて中に入るとお札がびっしり貼られてたって聞いたけど。お、ゆうきちゃん、昼飯？俺もちょうどゆうきと食べようって思ってたんだ。以心伝心だね。ふぅ、でもな。何かあった？楓くん。寮の掃除、かったるいなってさ。なあ、勇気だって本当のとこ、かったるいって思ってるだろ？そんなこと言わずに一緒にしよう。まあ、勇気がどうしてもって言うなら、気が向いたらやってもいいけどさ。ちゃんと掃除しようね、楓くん。
めんどくさいな。それより勇気、ここって誰もいないよ。楓くん、掃除はきちんとやらなきゃダメなんだからね。なあなあ、こんなところよりさ、まずは自分の部屋の掃除から始めた方がよくない？ちゃんと掃除しよう。僕たちの部屋なら後でできるしさ。ほら、ほうき持って。もう勇気の頼みならやってもいいけどさ。頼みじゃなくてやらなきゃいけないことなの。ねえ、ゆうき、ゆうき、ちょっとこっち向いて。ん？何？楓くん、だからちゃんと掃除をしなきゃダメだって言ってるでしょ。めちゃくちゃびっくりしてる。お、勇気も乗ってきたな。やったな。よし、俺も。この野郎。ちょっと楓くん、なんか布団が。布団って意外に重い。溶けて。それがやってるんだけど、どうにもこうにも。俺、だんだん意識が。助かった。よかった。誰かは分かりませんが、ありがとうござ。
これから掃除しようかな。書かなきゃいけないな、反省文。書かなきゃいけなくなっちゃった。